その名前の通り太陽のような濃い赤身のサンクイーン。県内では主に津久見市で栽培されていて、今月上旬から収穫が始まりました。 JA 大分によりますと、今年に入って暖かい日が多く雨が少なかったことから、甘さが強くしっかりとした味に仕上がっているということです。赤く、大きい、綺麗なサンクイーンが出来上がりました。ぜひ津久見のサンクイーンを、ご賞味ください。収穫作業は来月上旬まで続きます。今年は表年にあたるということで、去年よりおよそ26トン多い240トンの出荷が見込まれています。